セリナちゃん、はい、顔が疲れてるけど大丈夫かい？大丈夫です。どうですか？緊張します。緊張するの？はい。なんで？なんでそんな強いのに？いや、します。するの？はい。自信あるでしょ？自信もあんまりないです。自信持った方がいいよ、そんだけ強かったら。うん、持ちます。いけるっしょ？勝ちます。勝ちます。声がめちゃちっちゃい。勝ちます。自信満々に戦ってください。はい。確かにね、スパーリング始まると急にね、自信満々になるもんね。はい。やる前は、なんか全然ね、おとなしいけど。小宮君、大丈夫ですか？おそらく。おそらく。あ、でも、因縁の、はい。そうですね。ハイキック事件から始まって。ハイキックに終わらせる。それやったらマジかっこいいよ。確かに。ハイキックで終わらせたらマジかっこいいし、ハイキックでやられたら完全に金玉に。また金玉に。金玉そろそろ払拭したいんですよ。でもそろそろ髪の毛も伸ばしてきたんで、ニュー金玉を見せて。なんかさ、そのトライフォースでさ、よくいつもスパーリングやってるじゃん、はい、で米は毎日絶対金的食らってるよ。これもう本当になんでみんななんか悪意あるんじゃないかなって思ってて。そう、いつもうずくまってるよね。もうなんかもう1日1回は絶対食らってる気しますね。多分あれだね、そこまで食らうとさ、米用に原因があるんじゃない？米用に原因あるんですかね。出しに行ってるみたいな。なんかそうもらいにそういう戦略あるんだ。そういう戦略ですか？いや怖いな。じゃあなんかさ、その金的もらうことに快感を。いや、ないですよ。ないやめてますよ。ないっすよ。なんかもらいたい、なんかド M 気質みたいな。いや、めちゃめちゃ痛いんですよ。痛い。いや、本当にうずくまったの。で、その米屋がうずくまってるのをいつもセリナちゃんが爆笑してる。一番笑ってる。セリナちゃん、よくないぞ。ごめんなさい。痛いんだぞ、男は。本当に痛い。男はね、痛いんだから、めちゃくちゃ。女子のこの痛さをマジで理解してほしい。そう。その痛さを知らずにね、いつも爆笑してるから、一番。よくない。一番爆笑してましたね。そうだね。